皆さん、こんにちは。葵さん、大志郎さん、ゆうきさん、前のビデオのコメントをしてくれてありがとうございました。今度のトピックは外国語の勉強にします。グループメンバーは、ヤン、リン、ペ、そして、アントニーです。まず、リンさんが中国の英語教育について話します。皆さん、こんにちは。私はリンと申します。私は中学3年生の時にオーストラリアに来て、その前にずっと中国で学校に通っていました。これから中国における英語教育とその原因と有益なことについて紹介したいと思います。現在、世界各地で英語教育が盛んに行われています。それは英語を公用語とすると国にとまらず、英語を第二言語として教育課程に取り組んでいる国も数多くあります。中国もその一つの国です。私は小学生の時、中国では3年生の時から英語の授業が始まったが、今は1年生からになったようです。なぜ中国では英語教育が盛んに行われているのか。それは英語圏への留学と留学したい人が近年急増していると思います。それぞれの学生が英語を習うことには自分の意見を持っていると思います。英語が嫌い生徒もたくさんいるけれども、私の学校の生徒たちが大抵英語学習に対するモチベーションが高かったです。理由の一つとしては、世界で活躍するためには英語が不可欠だと思います。私はオーストラリアに来ることにしたので、英語を習うことは私にとって必要なことだと思います。中国の英語教育の一つの特徴としては、英語の学習が多いです。例えば、私の中学では、50分の英語授業が週7回あって、毎日の学宿題量が1時間ぐらい、英語の学習量が毎週15時間ぐらいで、単語の数が1年1000個ぐらい、結構多かったと思います。しかし、中国の英語教育には、大抵読むことと書くことの練習でした。先生たちも中国人で、やはり発音とか話し方とか、ネイティブスピーカーと違っていると思います。ですから、私がオーストラリアに来たばかり時、英語が全然喋れなかった。第二言語の勉強の目的は、その言語で自分の意見を表現することと、その言語を話す人々と交流できることだと思いますから、中国の英語教育には、会話と英語で討論の練習がもっと入れば、もっと有益になると思います。私は K です。私は中国人なので、中国の状況を話したいと思います。中国で英語の他にもう一つの言語として日本語を学ぶ人がたくさんいます。国際交流基金の調査によると、中国で105万の日本語学習者がいるので、トップになりました。最近、中国のソーシャルネットワークで誰か日本語でジョークを作った。そして2万回くらいリツイートされました。ですから今中国の若い人は日本語がわからないとバズワードも理解できないと言われています。学習者たちの多くは大学生です。自分の興味によって科目を選んだからこういう積極的な理由で履修しています。なぜ日本語力を身につけたいですか？日本語を習う目的はいろいろあります。
今日本のアニメ文化やポップカルチャルの影響を受けて日本の文化に興味が あるになった人が増えています。私も子供の時から日本のアニメが興味があって、いつか字幕を読まないで日本語だけで楽しみたいのが夢でした。成長に伴って日本の文化やカスタム、食文化など幅広く接触するようになり、日本をもっと知りたいとの気持ちが強くなりました。ですから日本語を勉強しました。文化をちゃんと分かれるために言語の勉強は大切だと思います。でも多文化を学ぶことの長所はそれだけじゃない。特に日本の文化は中国から伝わっていたので、同じ漢字を使う民族だし、同文同種の親近感があります。日本語を習うときに日本文化と中国文化を比較して見ることで両国の文化の違いを考えてみようと思いました。他の言語を勉強することを通じて自分の国の文化をもっと詳しく理解できると思います。私は日本語を高校の時から勉強を始めました。日本語を勉強を始めた理由は、日本の料理や映画とドラマなどの文化的な面に興味があったからです。中学校の時は学校で日本語は科目の中になかったんです。だから必修科目のスペイン語を勉強しました。でも高校に入って日本語を本格的に勉強を始めました。英語は2歳の時ニュージーランドに移民した時自然に学ぶようになりました。だから学校で勉強すること以外のことは勉強しませんでした。英語は2歳の時ニュージーランドに移民した時自然に学ぶようになりました。だから学校の勉強以外のことは勉強しませんでした。最近、韓国では第二外国で英語を勉強するのは必須です。強調して、一部の人たちは英語を韓国語のよりもっと重要視する人たちもあります。だから、韓国で英語などの第二外国ができなかったら、就職は少し難しいです。僕は韓国語と英語ができて、韓国、ニュージーランドやオーストラリアなどの西洋国の文化を理解することができます。韓国に行った時は韓国語で話すことができます。英語ができて、英語圏の国に旅行するととっても便利です。そして、英語は世界どこに行っても、コミュニケーションができます。日本に旅行したとき、日本語だけ使って旅行することができました。福岡に旅行したとき、一つのエピソードがあります。お土産店で中年のおじいさんが韓国にいる彼女にどんなおやつがプレゼントにいいですかと聞いてみました。僕と妹は日本語ができて、韓国人が好きなおやつをおすすめしました。だから日本語ができて日本人と日本で交流することができました。皆さんこんにちは、私はアントニーです。今日私の日本語を勉強し始めた理由や日本語を学ぶメリットについて話したいと思います。よろしくお願いします。実は日本語を勉強しようと思った瞬間をよく覚えていません。または小さい頃に外国語を習うのは私の優先じゃなかったです。しかし中学校が始まったまでに日本語をなんとか勉強したくなりました。その時にテレビゲームやアニメが大好きだったし、日本の社会などはおかしいという先入観があったので、日本は私の興味を引きつけました。この理由は少し
幼かったかもしれませんけれども、まだ子供だったのです。しかし、私の学校では日本語を勉強できませんでした。高校の最後の年に自分で日本語を勉強してみたのに、期末試験はだんだん近づいていきましたから、時間が十分にありませんでした。そして大学を始めた時に日本語もちゃんと勉強し始めました。その時から日本語を習うことのおかげで様々ないいことが出てきました。もちろん日本語を学ぶほど日本語が少しずつわかるようになってきています。しかし一番すごいのは去年日本に留学できました。それはものすごくユニークな経験でした。半年ぐらい日本に住んでいて、日本人と日本に興味がある留学生と友達になって、日本の日常生活と伝統的なイベントも経験できました。このうちに私にとって一番大切なのは友達だと思います。だから人と人をつなげることは外国語勉強の本当の力ではないだろう。これで終わります。コメントしてください。ご返事を楽しみにしています。聞いてくれてありがとうございました。